皇教寺にある現状の斜利塔皇教寺は、中華人民共和国先生小西安市の南高20キロメートルの長安区少量原にある仏教寺院である。中国に仏教を伝来した現状三蔵が死んだ際に、唐の三代皇帝高僧によって建立された。当時の唐の仏教すべての総本山にあたる。現状三蔵の遺骨を保存する五僧の斜利塔が寺内にある。 その外、現状の弟子のもと、遠足のシャリ島もある。創建は669年で、現状の遺骨を葬るために建てられた。664年に葬られた東高の城、鹿原から半戦の風須原に改装したのが、当時である。当庁の半戦八大寺院の一つである。当末、高僧の乱の際に、シャリ島が破壊され、現状の遺骨は、行方知れずとなった。 シャリ島は再び島町の建築によって再建されたが、新朝の同地年間に被災し、中華民国時代に修復された。文化大革命時は、宗教活動は停止させられたものの、建築物の被害はなかった。これは、周恩来の指示によるものとされる。現状及びその弟子たちの三つのシャリ島は、シルクロードを使ってインド、西域と中国の交流を行った人物の、 遺跡であるため、2014年にシルクロード、長安天山回廊の公益路網の構成資産の一つとして、世界文化遺産に登録された。現状三蔵が持ち帰った培養業が中国の国宝として保管されている。西安地下鉄に合線、小天城駅で下車。駅のすぐ上にある、東長安路西口バス停で917素地バスに乗り、約30分の 公共時バス停下車後、徒歩10分。入場無料。ありがとうございます。